いきなりどうしたんですか？確かに諦めたくないです。でも会場の問題は、確かに私たちは何の行動もしてないわよね。うん、がっかりって思っただけだった。でも何をしたらいいのか、かなたちゃんさっぱりわからないよ。なるほど、関係者に聞くのが一番だよね。スクールアイドルフェスティバルが中止になった理由ももっと詳しく知りたいし。でも決定したことを聞いてくるなとか怒られたりしない？リナちゃんボードハラハラ。あなたらしいね。あなたが思うようにやってみるのがいいと思う。なんだかうまくいきそうな気がするから。うん、私もそう思う。きっと何か方法があるよ。先輩、お願いします。それでなんで私の部屋で電話をかけるの？しかもスピーカーにして。私がそばに？うん、わかったよ。力になれるかわからないけど、あなたのために私も頑張る。そうなったら今までの規模での開催は難しいから中止にしようって結論になったらしいの。なるほどな。実行委員が中止に踏み切ったわけがやっとわかった。きっとたくさんたくさん考えてのことだったんだろうね。でも反対した人だっていたと思いますよ。実行委員長さんも悔しかったと思うよ。声がとっても辛そうだったもん。問題は会場のことだけかと思っていたけど、それだけじゃなかったのは知ることができてよかったと思うわ。去年まで一緒に頑張ってた人たちがみんないなくなっちゃうってどんな気持ちなんだろう。想像しかできないですけど、すごくすごく心細いですよね。実行委員の中心になっていた役員の方たちが一斉に卒業っていうのは仕方のないこととはいえ大きな問題ですね。ノウハウもなくなっちゃうもんね。実行委員長さんもいろんなところに掛け合ったりして頑張ったんだと思う。すごく疲れた声だったし何も言えなかったよ。ああ、じゃあもう本当に諦めるしかないの？そんなのないよ。実行委員も頑張った結果よ。私たちがこれ以上追い詰めることはできないわ。スクールアイドルフェスティバル出たかったな。はい、あのメインステージに立ちたかったです。私たちだけじゃ難しいよね。こんばんは。急にごめんね。実はチカちゃんとちょっと相談してて。
あなたや西ヶ崎のみんなにも話したいことがあるから、今週の土曜日に集まれないかな。よかった。じゃあ土曜日によろしくね。学期末テストの全校生徒平均点が去年よりも下がっている。それに部活動の方も実績が下がった部が7つもあるわ。成績を上げたのはソフトボール部とフェンシング部のみ。それなのに誰にも危機感がないなんて。この部活はレギュラーの選定が学年優先になってる。今のレギュラーのうち2名は選手としてよりサポートする側としての能力の方が高い。なぜそれを誰も指摘しないのかしら。サッカー部も1年生でレギュラー入りさせた方がいい生徒が控えにも入れずにいる。彼女の能力を評価できる人間が部活内にはいないんだわ。あまりに損失が多いし効率が悪い。高校時代は将来のためのステップアップを図る時間だというのに。このままじゃ虹ヶ崎学園の生徒の高校生活は意味のないものになる。見ていられないわ。